皆さんおはようございます。杉本修一講演会です。今から街頭演説をね、20分弱、やってみようかなと思います。ちょっと時間が遅くなっちゃったので、早めに終わりますね。じゃあ始めてみます。 Let's do this in Japan 4ぐらいでやるか。皆さんおはようございます。杉本修一講演会として、政治活動を、続けています。2019年の、統一地方選挙で、落選を、しまして、で2つ目の政治団体を作って、で、ソーシャルメディアも、始めています。子どもの未来を作る党という名前に変更しましたが、以前と同じで、無所属で、政治活動を、やっております。自分の経歴としてはもともと教育の仕事をしていました。スタートがすごい遅かったんですが、36歳ぐらいの時に、教員免許を取って、いくつかの学校で、仕事をしていました。すごい短い、それぞれの学校は短期間だったんですが、それともね、それは経験的な人に体験を、子どもたちの教育になるような改革を、提案をしていきたいなと思っています。日本はさまざまな大きな問題がありますし、人口も減っていて、で税金も、ね、非常に重い。2番目か3番目ぐらいの、レベルでした。で今は、世界ランキングでいうと30番目ぐらいに、落ちてしまっています。ということで日本人の生活水準も知らないうちに、ね、下がってしまっていますので、日本人の生活水準もそのとか、生活の利便性を上げるためにも、必要な改革は、必要だと思いますし、必ず行政をもっと起業しやすいような法律化を図っていった方がいいと思います。日本で株式会社を作るとすると結構お金が、かかるんですね。株式会社を作るのにまず公務員に20万円ぐらい、お金を、払わなければいけませんし、当然その手続きをやるのも公務員ですので、1ヶ月以上は、時間が、かかってしまうということです。例えばこれがアメリカとか、シンガポールとか香港だと、株式会社を作るのに、1万円か2万円ぐらいで済みますし、時間も3日か4日ぐらいあれば、手続きが進みますので、1週間以内に株式会社を立ち上げることができます。ただ日本は20万円以上お金がかかるんですが、1ヶ月以上株式会社を、作るのに時間がかかってしまいますので、起業しやすい国かどうかというとかなり、難しいのかな。時間とお金がかかりすぎていると思います。やる気さえあれば、失敗しても、再挑戦できるようにしていきたい。新条例はかなり、少ないみたいです。ということは、その市役所とか県庁の方が都合がいいような条例を作っているんですね。でそれが 100% 可決されていますので、本来の政治家というのはそういったところをメスを入れることだと思いますし、政治家が自分で考えて条例案を提出していくべきかなと思います。でもともと教育の、仕事をしていましたので、もうちょっと、具体的な作っていけるように頑張っていきたいなと思います。本当にその税金の、負担が重い国で
ですから、まあ、一応こ、今月から新しい、学習要領に、シフトして、高校の、家庭科で、平均賃金が上がっていくと思いますから、まあ、日本人 の、 その生活の、ね、水準を上げるためにも、教育のある程度の改革は必要なのかなと思います。まあ、学校の教諭も、ね、少ししかやったことがないので、まあ、そんなに詳しくはないんですけども、まあ、それでも子どもの連行性を潰すようなところがたくさんありますから、そこら辺は最低限改革を、ね、していきたいなと思っています。まあ、いろんなその個性がありますの で、 でもう時代が、20世紀から21世紀に、変わっています。強い部分で、勝負を、ね、するという時代だと思います。子どもたちの未来にもっと投資ができるということでね、ちょっと時間がないので今日は22分で、終わりたいと思います。お疲れ様でした。じゃあ終わりましょうか。Thank you for watching. Smash like button and subscribe. Stay tuned. See you there. Yeah, that's it. Bye.